ヒーローアカデミアラジオオールマイトニッポン、エンディングのお時間でございます、はい、ということで今回からはい、はい、カジさんと一緒にお話していきますけども、はいはい、いやーよろしくお願いします。大丈夫でした？はい、あんま僕ウェイとかなんなかったですけど、ウェイってなんないでください、むしろ困るんで僕が先輩がそうなっちゃったら超困るんですよだっていやそれも面白いじゃないですかだってこの間はこの間っていうか前は、うん、タスクくんがウェイになったら、ライジしっかりしろよみたいなこと言えたんですけど、山下くんが先ど何なの、どういう関係なの、難しいんですけど、芸歴で言うとまあまあね、もしかしたら長いのかもしれないですけど、その年齢も山下くんが上、上です僕の方が、はい、複雑だね。複雑な感じなんですけど、タスク君がウェイってやってくれるおかげで、僕しっかりしなきゃっていう気持ちが、そうね。芽生えたんですよ。そうね、なんか、そう、あの時の印象すげえ大丈夫かなっていう、でもあれもね、あれも個性ですか、いやもう本当に、だからもう本当人によって全然違う番組になっていくなって改めて思いました。ヒロアカについてのお話もしっかり、そうですね、カジさんはしてくださる、それが一番大事だと思ってますから、作品のラジオは、今後ともよろしくお願いします。